説明を求めます。金子総務大臣。この機会に第49回衆議院議員総選挙および第25回最高裁判所裁判官国民審査の結果の概要についてご報告申し上げます。令和3年10月31日に施行されました第49回衆議院議員総選挙は、同月14日に衆議院が解散されたことによるものです。選挙すべき議員の数は、小選挙区選挙で289人、比例代表選挙で176人、合計465人でした。選挙当日の有権者数は約1億532万人で、前回の総選挙に比べ、約77万人減少しました。次に投票の状況について申し上げます。投票率は小選挙区選挙で 55.93% となり、前回に比べ 2.25 ポイント増加しました。また、18歳、19歳の有権者の投票率は 43.21% であり、前回に比べ 2.72 ポイント増加しました。期日前投票者数は約2058万人で、投票者数に占める期日前投票者数の割合は 34.94% でした。今回の総選挙にあたりましては、新型コロナウイルス感染症対策を徹底いたしました。有権者が安心して投票することができるよう、投票所等では消毒液の設置、換気の徹底などの感染症対策を実施し、その内容を有権者にお知らせするとともに、マスクの着用などの予防対策もした上での投票参加の呼びかけを行いました。また、有権者の分散を図る観点から、期日前投票の積極的な呼びかけも行ったところです。さらに、先の通常国会で導入された新型コロナウイルス感染症の患者等の特例郵便等投票制度につきましては、総務省においてその手続きをご説明する動画、啓発素材を作成するなどの取り組みを行うとともに、選挙管理委員会や保健所等においても、緊密に連携を図り、積極的な周知を行ったところです。次に、立候補の状況について申し上げます。小選挙区選挙については、候補者数は857人で、競争率は 2.97 倍でした。比例代表選挙については、名簿を届け出た政党は13政党、その届出名簿に搭載された候補者数は817人で、競争率は 4.64 倍でした。このうち小選挙区選挙に届出がなされた重複立候補者は623人でした。小選挙区選挙及び比例代表選挙の合計の候補者数は1051人で、前回の1180人に比べ129人の減少となりました。次に当選人の状況について申し上げます。党派別に申し上げますと、自由民主党は小選挙区選挙で187人、比例代表選挙で72人、合計259人、立憲民主党は小選挙区選挙で57人、比例代表選挙で39人、合計96人、日本維新の会は小選挙区選挙で16人、比例代表選挙で25人、合計41人、公明党は小選挙区選挙で9人、比例代表選挙で23人、合計32人、国民民主党は小選挙区選挙で6人、比例代表選挙で5人、合計11人、日本共産党は小選挙区選挙で1人、比例代表選挙で9人、合計10人、れいわ新選組は比例代表選挙で3人、社会民主党は小選挙区選挙で1人、無所属は小選挙区選挙で12人となりました。なお、女性の当選人は45人で、前回に比べ2人減少しました。次に党派別の得票率の状況について申し上げます。小選挙区選挙では、自由民主党 48.08%、立憲民主党 29.96%、日本維新の会 8.36%、公明党 1.52%、国民民主党 2.17%、
日本共産党 4.59%、れいわ新選組 0.43%、社会民主党 0.55%、NHK と裁判している党、弁護士法72条違反で 0.26%、諸派無所属 4.07% となりました。また比例代表選挙では、自由民主党 34.66%、立憲民主党 20.00%、日本維新の会 14.01%、公明党 12.38%、国民民主党 4.51%、日本共産党 7.25%、れいわ新選組 3.86%、社会民主党 1.77%、NHK と裁判している党、弁護士法72条違反で 1.39%、その他の4政党合わせて 0.18% となりました。最後に最高裁判所裁判官の国民審査の状況について申し上げます。今回の国民審査は、前回の国民審査以降に任命された11人の裁判官について審査を行うものでした。国民審査の結果は、罷免を可とする投票が有効投票の 7.82% ないし 5.92% で、罷免を可としない投票の数より少なく、したがって審査に付された全裁判官が国民の信任を受けました。以上をもちまして、今回の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の結果の概要について、ご報告を終わります。次に、第49回衆議院議員総選挙違反検挙警告状況について説明を求めます。警察庁大賀刑事局長。大賀君。令和3年10月31日に行われた第49回衆議院議員総選挙における違反行為の取り締まり状況についてご報告いたします。選挙期日後90日の令和4年1月29日現在で集計しました数字は、お手元に資料としてお配りしてあります表に示したとおりでございます。検挙状況は総数で91件109人となっておりまして、前回の総選挙における同時期の41件46人と比べますと、件数は50件増加し、人員も63人増加しております。在所別に申しますと、買収49件63人、自由妨害11件9人、文書違反5件6人、投票干渉5件7人、詐欺投票6件6人、その他15件18人となっておりまして、買収が検挙事件のうち件数で 53.8%、人員で 57.8% を占め、最も多くなっております。次に警告状況を申し上げますと、総数が1509件でございまして、前回の1537件と比べ28件減少しております。警告事案のほとんどは文書関係のものでありまして、総件数の 95.6% を占めております。以上ご報告申し上げます。次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。